グアナコは、ラクダから魔族の哺乳動物。身長は1.6メートルほどで体重は48から96キログラム。主に南アメリカの高地に生息している。リャマと同様に身を守る二重の厚い毛をまとっている。その厚さはアルパカよりは、やや薄い。グアナコ、ガナコ、クアナコ、クアナコとも呼ばれる。背中までの高さは1から1.2メートルで、 頭の長さを合わせると1.5から1.6メートルほどになる。体重はビクーニャの2倍ほどの100キログラム前後あるのが普通で、あるが140キログラム程度になるものもある。毛はビクーニャよりは長く、アルパカよりは短い。ペルー南部のグアナコの毛は赤みを帯びた色で上質である。毛の太さは直径16から18メートル。グアナコの特徴は頭部が濃い色で、 腹部と足が明るい色になっていることである。北方のグアナコはリャマの祖先である。アルゼンチンのグアナコは世界のグアナコの95%を占めると思われるが、パタゴニアからアンデス高地に至るまで広く存在している。南アメリカではペルー、ボリビア、パラグアイ、アルゼンチンなどでよく見かける。ビクーニャ、アルパカ、リャマと同様にアンデス原産の動物である。特に、 ペリューでは、インカ時代以前から、煮運び用に用いられていた。アンデスの一部では、肉や皮や毛を取るために乱獲した結果、絶滅が危惧されている。アルゼンチンでは貴重な動物であるとされ、低調に保護されている。細く、上質な毛を採集するために、グアナコ生息用の区画を設けている。その毛は、羊と比べてとても軽く、ビクーニャ同様ふわふわしている。 ありがとうございます。